S 級駆逐艦はイギリス海軍の駆逐艦の艦級。基本となるアドミラルティ S 級と特型としてのソーニクロフト S 級、ヤーロー S 級がある。ドイツ帝国海軍の新しい大型駆逐艦が同時期の R 級を凌駕する性能を備えているとの情報を受けて、1916年度計画よりイギリス海軍の駆逐艦は方向火力を強化した V 級、 W 級に移行した。しかしその後、この情報は過大評価されていたと判断されたことから、1917年2月、第三海軍協は、駆逐艦の建造を R 級に基づいた設計に差し戻すことを決定した。これによって、1917年度で建造されたのが、本級である。基本配置は、アドミラルティカイ R 級のものが踏襲されているが、 選手ローブの設計は大きく改正された。従来は平坦な全乾板と V 字型に軽いフレアを付した全部断面となっていたのに対し、本級では選手ロー乾板はタートルバック型とされ、かなり強い視野とフレアが付されたことで、監守部還元は5.4メートルに達し、両派性は大きく向上した。1918年8月、 本国艦隊に属していた8隻は、高天下でも新級系寿命艦、カースターと問題なく随伴し、中には20から24ロットを発揮した艦もあり、両波性の高さが実証された。また、ヤーロー S 級は他社艦と比して、排水量と GM 値が小さく、低い精悍なシルエットを備えていた。そうにクロフト S 級は一番砲を、プラットフォーム上に設置したほか、 扁平な一番煙突が特徴であった。機関構成も R 級と同様で、ブラウン・カーティス式オールギアードタービンを基本として、パルマーズ車間及び、ティルベリー、ティンタージェル、ストレナウスでは、パーソンズ式が採用された。また、ヤーロー S 級では、直結タービンの搭載が固守された。ボイラーは、ヤーロー式重油潜水管ボイラーを基本として、ホワイト車間では、 ホワイトフォスター式が搭載された。なお、計画速力は36ノットとされていたが、アドミラルティ S 級では、排水量超過の艦が続出し、これを達成できない艦も少なくなかった。これに対し、ソーニクロフト S 級及び、ヤーロー S 級ではいずれも、計画速力を達成し、タイリアンでは39.401ノットを発揮した。艦砲は、 40口径 10.2cm 砲を3門、搭載した。この砲は当時のイギリス駆逐艦の標準装備であったが、アドミラルティカイア r 級で採用された超方針大発射速度のマーク V と比べると後退と言えた。対空兵器としては39口径 40mm 広角機銃を搭載した。水雷装備としては、 当時の駆逐艦の標準装備である 53.3cm 連装魚雷発射艦2機が搭載された。また対戦中の駆逐艦の一部では、戦訓に基づいて、連装魚雷用の 45cm 魚雷発射艦の装備も行われていたが、本級では、これが当初から盛り込まれた。ただしアドミラル TS 級では、 蒸気の通り排水量増大から速力低下が生じていたことからこれを補うため、高期立て増管では 45cm 巨雷発射管を省いた管もあった。ありがとうございます。